お疲れ様です。黒曽龍です。熱いです。よいしょー。はい。はい。おしゃ。佐藤亮が感動しました。はい。熱くなったな、佐藤亮が。まあ、とりあえず、リーグ戦。初ゴール。初ゴール、ね。で、J1 初ゴールかな。いやー、佐藤亮のゴールやっと見れました、ね。はい。いや、本当に嬉しい。マジで内緒。よく決めたね。ちょっとランゲラック、ちょっと怖かったけど。いやいや、しかもだいぶ反応されましたね。いや、でもやっぱそれを上回るシュートスピードというか。もう気持ちやろ、あれは。気持ちで塗り込んだ感じだったね。いや、よかったっすね。まあ、ただ、ちょっと今日はね、残念な結果になったんで。はい。行きましょうか、じゃあ、はい、今日の企画は、はい、名古屋グランパス戦レビュー、はい。はい。ということで、本日6月12日、日曜日ですね。はい。J1 第17節2名古屋グランパスの試合がですね、はい、16時トヨタスタジアムでありました、はい、結果としては、2対1で敗戦というところになっております、はい、あ、このチャンネルはですね、アビスパ福岡や、はい、J リーグの九州のチームを応援するチャンネルになっております、はい、皆さんチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。お願いします。という唐突な、はい、お願い事が入りまして、はい、会場の名古屋とアビスパのゲームですけども、まあ、結果で言うと、はい、まあ、2対1で敗戦というところでしたね。はい、まあ、これでアビスパ福岡は、6戦勝ちなし。で、名古屋は、これで4連勝。いやー、強いね。いやー、強かった。いやー、もう正直言うと、バチボコ強かった。まあまあ、もう本当に、もう2、1やけど、それ以上のもう結果やったら、確実に。まあ、本当にゲーム自体は支配されたし、うん、やっぱ一人一人のクオリティのレベルは、ね、高いなと。うん、見てて、まあ、誰が見ても分かるぐらいやっぱりいいチームだったね。もう本当何本か外してくれたっていうのもあるし、あった、やし村上の好セーブもあったりとか、もなんとかね食らいついて、まあ引き分け勝つかと思ったんですけど、うん、やっぱなかなかね、そう自力の差を見つけられたという結果になりましたけど、うん、はい、はい、じゃあ、とりあえずスターティングメンバーからいきましょうかね、こんな感じでしたと、はい、フォーメーション名古屋は 3-4-2-1 で、はい、福岡が 4-4-2 に入っておりますというところですね、はい、うん、まあ、両チームともに大体いつものフォーメーションで来た感じですかね、はい、うん、まあ、名古屋に関して言うとね、やっぱ藤井、中谷、丸山のもう3センターバックが強い、はい、うん、強いね、やばかったね、すごいね、やっぱ藤井がちょっとまだ若い、うん、センターバックと思うとボールの運びとか、うん、ミドルシュート、うん、まあ、起点になった2点目のね、ゴールのところそう、ね、ヘディングも多分藤井だったかな、うんうん、で空中戦、今日藤井めちゃくちゃかなり聞いとったね、聞いとったよね、なんか若いと思えんぐらい安定した守備力で、うん、まあいい選手でしたね、強いね、いいね、本当に。でアビスは 4-4-2 ですね、はい、でまあ前節と違うところで言うと入れ口がスターティングから入ったね、はい、まあ、ちょっと中村がまた少しちょっと痛めたかな、うん、ちょっと痛めた感じかなっていうところで、うん、中盤、真ん中に99番井出口が入って、はい、まあ、左に佐藤亮が、はい、で通常僕は山岸力也っていう感じでスタートしました、うん、はい、今日気になった選手は、うん、まあ、両チームでいますかね、うん、まあまあまあ名古屋で言うと、うん、正直全員よ、まあそうね、半端ねえなっていうところあったけど、やっぱりもうマテウス、やっぱもうなんかもう想定内想定以上というか、もう半端ないよね、やっぱおもろいぐらいに半端ないよね、マテウス。いや、すごい、もうマテウスだね。そう、なんかもう、その日、試合がもうマテウスになるよ、ね、うん、もうなんか、期待裏切られるよね、やっぱ最初から最後までマテウス。そうそうそう。いや、めちゃくちゃいい選手。なんかやっぱ対戦すると、改めて、やっぱマテウスすげえ。いや、そうね、めちゃくちゃ怖え、怖えるしね。すごい、あんだけ一人で存在感出せるって、マジすごいよ。ただやっぱループシュートあんな外すんやろ、まあまあ、いや、あれはもうちょっと正直ちょけとったよね、うんうん、その別に相手をバカにするというよりはちょっとやっぱ勝ってるのもあってちょっと余裕で見せたけど、あれラッキーよ、マジで普通に足元に結構速いシュートって絶対入ってた、しかも本当にあれパテウスだけに許されない、いや、そうね、うん、いや、まあやられたし、やっぱプレースキック、うん、まあ、セットプレーもマテウスのキック、うん、全部エグかったよ。いや、エグい。それこそコーナーのところとかも、うん、マテウス当たり前に蹴るけど、そうね、全部もうボールになりそうな、やっぱだけど、ああいう選手がおると、セットプレーがやっぱすごい高確率で得点に絡み出すやん。って考えるとやっぱいいよね、ああいうキッカー、まあ、アピール前で言うとサロモンさんがおったように、ああいう選手がおるだけで全然得点の数って変わってくるやろ。ね、なんかあと1個、多分ちょっと近めのフリーキックもあって、ね、宮が、あ、じゃあ奈良が、
顔面で言ったけど、うんうん、あれもなら俺言ってなかったの。俺あれめちゃくちゃいいと思ったよ。マテウス相当悔しがっとったね。いやそうよね。多分あれいい感触良かったやと思った。マテウス目線から見たフリーキック、うんうん、もうマジでめちゃくちゃ角にいっとったけん。そう。しかも多分変化球やっぱ。いやそうそうそう。本当にブレ玉のボールやけん。多分詰めれん。いやだけど、ね、しかもあれ奈良のジャンプ見たらやっぱねもうビビってないよね。うん、でもうそれでギリギリやったけん。やっぱねあそこは。あの本当奈良の意地とマテウスの技術がぶつかった俺細かいけどワンシーンやったと思う。いや本当にあの反応を見るとやっぱキッカーってわかるやん、うん、そうね、うわっって言ったかもなみたいな。でもその感覚やったよね多分マテウス。いやあれねなんかあっさり終わったワンシーンだけど、うん、俺今日1ぐらいに、うん、うわこれやばって。そうね、そうしかもやっぱ奈良のジャンプもえぐいし、うん、あれね壁って飛ぶの怖いんよ。でちょっとでも怖くって躊躇したらもう高さ足りんかったと思うし、うん、入るね。そうでそれが中途半端に当たってそうね入るみたいなね。もうちゃんと正面でこうやっぱ捉えとるあの奈良の意地、うん、俺やっぱかっこいいな、ね、こうってあれはまあまあその阿炎で言うと本当それこそあのまあ佐藤涼雅の得点もありのやけど、うん、やっぱ奈良ちゃんがもう最終局面で何本よくてやらなかった。あれが、まあ、ちゃんといつもの良さなんや。スライディングで5本ぐらいやっぱ行ってたけん。すげえと思ってやっぱ。いやあれ悔しいよね、相手のフォワードとか。ね、まあ森下とかも結構あって、抜けたとこ奈良に抑えられてるとか、多分、うわもうワンテンポ早く上げてきゃよかったってなったやろうし、うん、う出てくると思わんのよ、多分あれって。届くと思わんやろ。そうじゃんね。でも奈良ちゃんに比べたら多分狙っとんやと思うし、そうそう。そこギリギリのところで、ね。範囲内やと思う、奈良ちゃんのエリアから。まあでもやっぱあのスタックルが出るってことはその分やっぱ決定的なチャンスを与えたって。いやそうね、あれ、まあ、やっぱ奈良ちゃんのあれが多いときって多分結構ピンチだね。そうね、局面。いやでも今日の奈良は良かったね。よかったね、めちゃくちゃ、うん、まあただちょっとやっぱビルドアップのところでミスがそうねいくつかあったのはいただけんかなと思って、なんかもうそろそろ改善してよくないって俺は正直思う。そうね、いやこれが続いてるね、ちょっと一旦ね今ところは、うん、なんか、ビルドアップのところはね、まあちょっと後で話そうか、うん、だね、ちょっとはい、はい、まあでちょっと俺やっぱアビで気になって、俺が思ったのはやっぱ今日は佐藤亮、はい、運動量、まあ、チームの貢献度、はい、もうどれをとっても今日は俺一番良かったのが、やっぱそのゴール前でも得点に絡むんだという意地、うん、まあ、その結果が PK を起こしたと思うし、うん、あとやっぱこう中盤とかあのディフェンスラインでボール回して苦しくなった時に、やっぱあそこまで降りて受けに行ってあげれる、あのチームのためにっていう動き、うん、めちゃくちゃ大事や。よかった。やっぱハマった時に、うん、あそこまでやっぱ来てくれる前の選手、うん、大事。そうね、リスクはあるの。佐藤亮が来ることでやっぱ前の枚数減っちゃうとか、うん、やっぱりこのそこで取られちゃった場合どうしようとか、うんうん、いろいろ考えることはあるけど、やっぱそこまで行ってしっかり前につなぐ。そうね、で自分がもう一回また前で起点になるっていうあの動き直し、うん、めっちゃきついけど、まあまあ本当フォワードよね、コスプレ、コスプレやんね、うん、あれってあれをやっぱその前後半続けるとめちゃくちゃあんたよりやん、うん、どっちにも参加する、うんうん、で趣味もする、うん、佐藤亮すごい。多分あれで本来やったらあそこで下でも絡んで前でも貢献してゴール決めるのが多分本当佐藤亮の良さ。いやいや本当本当本当。あとはもうゴールにどんだけ結びつけるかが多分今後、今でも多分かなりもう長谷部監督の使い方的にもやけど、かなりコンディションがやっぱいいしフィットしてきたんやと思う、ね、マジで。あとやっぱチーム内でもやっぱ佐藤亮が使ったやっぱこう組み立てっていうのがやっぱ浸透してきたというか、やっぱ前入り口小田あたりはやっぱ佐藤亮がすごくやっぱ信頼して預けるシーンが結構俺はあったと思う。で特にやっぱ前入り口とか佐藤とかその辺ってやっぱ足元ある分だよけ、うんうん、やっぱ分かるやん、あこいつやったらこれぐらい預けていけるみたいなもん、やっぱ佐藤亮がなと思って。しかもねあいつ狭いとこで受け守るよね、あのギャップ分かる、あの広いスペースにわざわざ移動するんじゃなくて、まずちょっと狭いとこでここ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 みたいな、あれがやっぱベルディっぽいなって。いや、いけるし、アウトやったり、裏使うし。そうねー。結構よねー。好きよ。え、あの、そこに受けるのっていう。そこで呼んじゃうのっていう。あれ、出す側もやけん、やっぱ佐藤亮がの技術を信頼してたら出せんちゃう、うん。え、そこつけて大丈夫ってなるときあるし。それぐらい今佐藤亮でもあったら、やっぱりコンディションといい、まあ、チーム内の。序列ってめちゃくちゃ上がってるな。一人監督にもハマっとるんやろね、完全に。ハマってますね。うん、で、両チーム控えはこんな感じでした。はい、どう？はい。はい。うん、
重弘さんがいました、はい、最後出たね、出た後半50分からなんですけど、うん、いや俺長谷川監督やっぱ酷やなと思って、フルス相手にさ時間稼ぎ要因でぶち込んでくるので、うわこいつエビグドすると思って、最後、いや最後フルス締めてこいみたいな感覚で出したじゃねえかなと思うけど、重弘もさあれ出してくれやんって思うしさ、そうね、まあ酷なことするなぁと、まあ怪我しとったしね、重弘もね、うん、まあそうね、やっと復帰したと思われるしね、うん、で福岡が、まあ、ウェリントンが出ましたね、はい、で三國もいて、ユザもいて、はい、今日井上誠也が、はい、ベンチ入りしましたけど出たんですね、はい、で田中達也、ジョーゴというところでした、うん、まあ、鶴野くん怪我しとった、そうね、うん、やっぱスピードがないっちゃんね、ないないアビスパ、うん、全体的にやっぱ今野以外にちょっとスピード感がないで、ね、うん、なんかもう少しこうベース速い選手がおると、うん、やっぱ後半の残り10分とかが、うん、か高さはあるんだけど、うん、ゴール前のやっぱアジリティがないの、そうね、ね、うん、やっぱちょっとゴール前で少しやっぱこうクイックな感じがないと、うん、ゆったり重い感じになる、そうね、それができるやっぱつるのが、まあ、田中拓也とか、うん、がもうちょっと後半早めに見れたら嬉しかったです、気はしますね、なんか案外のゆっくりで真っ向勝負したらそれ弾かれる、まあそうね、それは1対1で勝てるわけないやん、ゆっくり準備されちゃうからね、でパワー的にもちろん向こうの方が有利でしょ、向こうの方が強いんで、それやられるよっていう感じではあって、ね、本当その通りやったね、うん、もうちょっとこう違いスピードの部分で違い出せる選手がベンチにいるといいなって、思いましたね、はい、じゃあスタッツこんな感じです、いきましょうかね、スタッツドン、はい、はい、名古屋が支配率54%、はい、福岡 46%、名古屋がシュート14、福岡7、名古屋が枠内シュート4、福岡が1、はい、名古屋が総攻撃率 113.763、はい、福岡 108.14、はい、スプリント名古屋が124で福岡133、はい、パス本数名古屋394、75.1%、福岡424で 75%、はい、福岡のがパス本数多い、はい、年に1試合か1試合あるかないかぐらい、まあもともとね、そのチームのボールの支配率でいうと、まあ、ほんと下から2番ぐらいのチーム同士、福岡と名古屋のゲームだったので、うん、まあまあまあ、どっちが握っても不思議はないなっていう感じですけど、うん、やっぱ枠内シュートが1、ね、ついね、PK だけ、確かになかったね、なかったね、今思い、そうね、思い返して、枠内に飛んだシュートなかったね、ペナ内に入ることはあったけど、枠内に飛んだことはなかった、なかったね、きついね、きつい。どうするやん、まあ、同じパス本数でもやっぱ名古屋はね、名古屋の戦い方でやっぱ外国人選手の裏でやったりとか、森下のね、縦一本やったりとか、ね、かなりいい攻撃がもっとね、うん、なんかどういう形でフィニッシュまで行きたいのかみたいな形は見えんね、正直今のところで言うと、うん、なんかこういう風に行きたいんだろうなっていうのはちょっとあんまり今んとこない ね、 そうね、まあとにかく山岸のところに当ててみたいな、そうね、でこぼれたところで今度に行ってみたいな、ね、そうそう、あでもここ2試合でもそれをやっぱ封じられそうけど ね、 ね、もう三浦頑張った三浦岡田の方にやったりね、藤井のところでもうバチンともうやられてますよね、そうね、それが昨日戦くなった時にきついね、もう本当多分今ちゃんのドリブルしかなかったよ、いや本当そう、やっぱいや本当ここ数試合全部そうで、やっぱ今度頼みになってしまってる ね、 ね、やっぱね、やっぱそこを変えるとね、もちろん今度だけで厳しい部分もある、いやめちゃくちゃあると思う、うん、やっぱり、まあ、ビルドアップのところとかもう同じことの繰り返しで、なんか中途半端にビルドアップしようとしてあっという間にはめられて、あやっぱ蹴るしかないなーって蹴ろうとしたら結局なんか横のサイドライン割りましたとか、中谷とか、まあちょっと前の試合でガンバとか三浦玄太に潰されました、うん、で拾われました、でまた守備ですの繰り返しになったのけ、なんかまあハマるならハマるでいいけど、あもうハマったらじゃあちょっとディフェンスの裏に蹴るとかね、ちょっとそれがもしかしたらキーパーにつながるかもしれんけど、奥をめがけて蹴らんとやっぱ相手が強かった場合、山岸とかルキアンもいや蹴られたとって勝てんのよ ね、 ねってなると思うんで、ね、そこがやっぱもう少しこう約束ごと、うんがあるといいの、そうね、うん、決めとるんやろうけど、なんかこう ね、 ね、ちょっと実践できてないのかね、まあ、それは結果になってほしいね、そうね、うん、はい、まあこれがチームスタッツになっております、はい、じゃあちょっと試合結果少しずつ振り返っていきたいと思います、
はい、どこから行こうかな。まあでもまあ前半はね、うん、まあ特に動きはなかったというか、うん、まあラストの方でやっと動いたって感じですね、うん。まあ名古屋のがボール展開は握ってたんですけど、うん、まあ決定的なところはなんとか抑えてたけど、やっぱ45分、うん、PK、うん、前島のハンドで、はい、あれハンドじゃないよね、まあ、まああれはねちょっとね、あまあもういや正直もうオンフィールドレビューになった時点で、うん、もうしゃあないなと思ったけど、もうでも正直前島じゃあれどうしたらよかったって感じよね。そうそうそう、本当にあれに関しては、うん、嘘やろうと思ってね、ちょっと正直だって前島じゃああれもうプレー1000しかなくないって、うん、正直もうディフェンスをしない以外の解決策があるのかってことはもうないんだよ、そう、ね、もう正直なるとじゃあディフェンスやることなんだっけってなるけ、なんかあれは何なのっていう気はしますけど、いや、まあ、確かに当たった位置はハンドやったかもしれんけど、まああれがすごい不自然で、うん、っていうとなんか微妙な感じやったし、ね、感じでは、いや俺あそこ手に当たらないことで俺体に絶対当たったと思う、そうねそうね、それはあると思う、ね、あれによってそうこっからのこうじゃないし、そう、ね、なんかねえ、あれはちょっと厳しくねえと思って、思ったね、うん、でやっぱあれを取ると後から荒れるだろうなと思ったらやっぱ案の定あれだろうね、うん、なんか、うん、ちょっとビビ主審ちょっとビビってたんじゃないのかなって気はする。そうね、なんかあれはもう後からこう誰が見ても、うん、あっ何だよねってなるようなものではなかったよね、うんうんうん、まあ、まあでもマテウスのね PK はさすがというか、うん、まあ、村上もよく反応しとったけどね、うん、やっぱマテウスのキックの振りの速さ早かったね、早かったね、うん、まあ、いい PK だったなっていう気がしました。まあそれで前半はね、はい、ちょっと後半で得失点した後は、まあ、ちょっと押し込んだけど、まあ特に得点になるわけじゃなくて後半、はい、でちょっとやっぱ後半始まってからは少しアビスパペースの時間が続いて、うん、でやっぱ佐藤亮が前からチェイスしたところで、うん、これもファールをもらって PK というところで、はいはい、ちょっとアビスパサポーターからしたらラッキーな、うん、あれ PK 取ってくれるんやん、うん、逆に、ね、いやあれもまあ正直多分なかったよ、なかったね、接触そんなあったかみたいなところではあったね、うん、正直まあラッキーやけども、うん、まあでもなんかそのマティウスのところも、あ、マティウスすいません、ね、一斉半の PK もなかったやろ正直思ったけど、そうね、そうね、ね、まあ、俺と極論言えばどっちもなかったから、そうそうそう、別にその名古屋さんがどうとかじゃなくて、うん、どっちも取る必要なくない、なかったね、だってやっぱ、PK もらった藤井選手ですかね、うん、佐藤龍が倒したで、ディフェンスの選手もあれで PK 取られたらもう何もできんくないっていう、い本当に両方よね、うん、そうそう、前島ももう棒立ちするしかないし、藤井選手ももうじゃあもう足出せんやん、そうそう、なるし出せんあれは、じゃあもう例えばあそこで足もね怖いけど出しませんでした、じゃあ佐藤が間に合って折り返しました、うん、はいゴールってなる、なる、全然なる、なるし、じゃあ何もできんやんみたいな、だけどまあちょっとまあマテウスのまあ取ったなら、うん、まあまあマテウス、あの前島の取ったなら、うん、まあ、佐藤龍河のも、まあ、取ってよねっていうぐらいの感じではあるし、まあまあ、そのぐらいの許さでやるんだったら、ね、まあ、まあ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 、ね、まあまあまあ正直まあまあまあって、ね、ね、ちょっともうもうそこの一発目のホットからあんま納得いってなかったけど、ね、もう2発目になったとしてもまあまあそうなんやろねみたいなちょっと感じになったよね、なってます、うん、まあまあだけ、まあ、ちょっとあそこはまあジャッジリプレイとかで見てみないと分からんけど、どっちもなしの方がサッカーは面白くなるんじゃないかなっていう気はしますけど、いやする本当に、はい、で後半24分、得点した4分後にキャスパー・ユンカーに決められて、はい、名古屋が100ゴール目1500ゴール目、はい、まあ、アニバーサリーゴールを献上するという、うん、俺ねでもねこれ見直したらねやっぱユンカーのとこね奈良ちゃんなんだ、奈良ちゃん、あ、まあ多分アビスパゾーンで守って、はい、で、まあ、ユンカのところがちょっと浮く感じになったよね、うん、まあ、奈良ともう一人の選手がどっちが行くのみたいなちょっとなって、うん、ね、小田は後ろやったり、あのユンカのところラストのところどっちかというと、はいはい、奈良と多分グローリーかなんかが、はい、まあ、ユンカともう一人見てて、はい、でユンカがやっぱちょっとあれほらバックヘッド気味やった、うん、1、2歩下がってからコースラスト、あ、ユンカじゃない、藤井や、藤井や、そう、藤井のところがちょっと2歩ぐらい下がって反らしたけ、そうそうそう、そう、まあでかいのはあった、ね、
でもやっぱゾーンっていうのもあって、ちょっと藤井選手につききれずに、もともとの距離でいうと、多分グローリーかの、あ、違う、ルキアンかグローリーのが近かったんやけど、もう一枚の選手が多分ルキアンかグローリーが入ったんだよね。だけど、いけるとしたら、やっぱ奈良しかおらんかったんやけど、やっぱ藤井の位置がうまかった。そうね、まあ、なんか体勢は悪いとは言え、フリーの状態で当たってしまったんや。そうそうそう。だけど、そこはやっぱゾーンで守ったところの悪さが出た。ちょっと藤井をやっぱルーズにしてしまうね。あとちょっとこう、ね、体当てるだけでも違うやつ。そう。そうなんだけど、そこで奈良がもう1、2歩出るとって、ちょっと競るだけでも多分勝つと思うんだけど、まあ、あとまあ、小田のところどう思う、あれはちょっと、あれ無理よね。あそこをね、寄せとけば、結構えぐいと思う。えぐいよね。いや、俺は思ったけど、あれ、まあまあ、言うか、バカうまくなかったんですよ。冷静に流し込んだ。こうやって藤井が立ってた時に、多分まあ、ゴールに来ると思うやん。そう。小田もやっぱこう、ゴール守ろうとやっぱり行くやん。ってなって、まさかのこっちに流れて、うわ、行こうと思って、ユンカを追って、みたいな。まあ、ユンカの追った位置も良かったし。そうね、そうね。ユンカを追った位置も良かったし、小田は正直まあ、無理かなと思う、あれは。まあ、結果論の話をね。結果論、もうちょっと体良すぎやってなるけど、まあ難しいよね、あれ難しかったよ、あれはちょっと正直。で、今、ユンカのシュートがうまかったっていうだけなんで。だけまあ、名古屋のそのセットプレーの方がやっぱ上手やったというか、まあちょっと全体的に1、2歩下がって、ファーに流して、ファーで流し込むっていう、うん、まあデザインされたセットプレーっていう感じでしたね。さすがユンカだけどね。ね。うん、で、まあ28分に佐藤良雅と前島変わって、ウェリントン、湯沢が入って、うん、37分には前がまた下がってるっていうことですね。はい、どうすか、湯沢さん復帰しました、おめでとうございます。いやー、やっぱり湯沢、本当にやっぱりもうでかいよ、多分湯沢が復帰したのは。いや、もうね、ディス・イズ・湯沢。いや、本当に、あ、なんかやっぱ、ま、何本かコンちゃんと絡んで裏抜けていくシーンもあったけど、いや、コンちゃんそれ出しすぎやでと思ったけど、湯沢追いつくん、追いつくし、もう一個出してね。湯沢出しすぎって思っても間に合うのに。湯沢すごかったね。いや、でも本当に今日見た感じ、割と怪我も回復してるっぽいね。あんだけ弾ってね、めっちゃ弾け飛び寄ったけど、大丈夫ってなったけど、全然大丈夫そうし、全然大丈夫だし、あの森下のスペースだと突破をバーン出してやん。俺多分、あ、まあ、ユーさんやけど大丈夫と思った、普通に。いや、そうね。やっぱユーさんの復帰は大きいよ、これ。でかい。突破されんよ、ユーさんやったらと思うやったら、やっぱユーさん蹴ってからいい、入れて。まあでも最初のファーストプレーは森下へのファール。まあ、ユーさん復帰後初ファールは、あの、森下を倒す。いやいや。でもやっぱユーさんいいね。ユーさん、やっぱこっから攻撃にどんどんやっぱユーさんが変わってくると、ね、やっぱ全然変わってくると思う。ね。うん。で、それで、前島もやっぱちょっと温存できる部分もあるし、そうそうそう、後半から前島入れてリズム変える。そうそう、後半2、30分の前島がやっぱ良さが出る、ね、いや出るね、うん、相手がちょっと疲れたぐらいですね。そうそうそう、ちょっといなすような。そうそう、で、うん、小田も変えてあげれるし、それで、そう、ね、うん、左に前島でもいいし、やっとサイドバックが少しずつ戻ってきたなっていう気はしますね、うん、はい、まあ、それでゲームは終了しましたっていうところで、はい、まあ、ちょっと今日の話といえばやっぱりこうビルドアップですよね。ビルドアップ今後どうすんのって、うん、もう全く形ないけど、ないね。一個もいいしな、正直。うん、なんかこう、こうやって食いつかせて、ディフェンスの脇にボール入れようとかっていうのも、やっぱ正直なかったよ、うん。そうなると、苦しいよね。苦しいね。まあ、ディフェンス、ゴールキーパーがめっちゃ足元あるわけでもないけど、うん、なんかあらかじめもう何本かパス通して、ここ空いたら、ここにルーズだけど、ボール入れるみたいな決め事。いや、そうじゃないとね。厳しいよね、やっぱね。キーパーも使わず、まあ中盤そこまで経由することもなく、うん、まあ、中盤経由しながらもなんかミス多くみたいな場面が多くて、なんか何がしたいのか正直。いやー、わからんね。ただとりあえず相手が来たけど逃がすみたいな感じしか見えし、まあ前がずれおるのももちろん見おるんやろうけど、ずれたことあんまないし。ないねー。そこからいいボール出たこともあんまないし、ね、でやっぱ引いてきた山岸ルキアにボール入れたとして、それをうまくじゃあ背負ってつなぐっていうシーンもそんなに見えてないし、ない、じゃあそうするってなった時に今野とか横の選手がそれを意識して入る瞬間横取れてもうポンポンっていけるような形が作れてるのはそうでもないやん、はい、この前のガンバの時みたいにこうジェバリに当てて横をダワンとかこう駆け上がっていくみたいな、そういう決まり事も多分割とないけん、なんかこうどういう意図のビルドアップなのかっていうのが多分選手たちも決めてるかもしれんけど戸惑ってるから、
しかもやっぱこう今のディフェンスライン見たら、うん、やっぱビルドアップ別に上手な選手おらん。いやマジでおらん。おらん。いや多分あの相手のズルを見るっていうのは多分ここが綺麗にしっかり上手い選手がつなげてボール動かしながらやれてのズレが出てくると思うんだけど。いやまあ本当そうだね。パスもずれるし、逆足になったらパスもずれるし、クロリーとかもね、ずれるし、スピードのパススピードもね、別にいいわけでもないし、パスの質がいいわけでもないし、そんな時に相手の隙をつけるような、そうそうそう、パスはあそこからは出ないやろみたいな。なんか俺らもやっぱアビスパ福岡にもうなんかマンチェスターシティのような素晴らしいビルドアップは期待してなくて。じゃなくてもなんかここでこういう狙いをやろうみたいな、なんか最低限の、ね、例えば左でちょっと作っとって、右その間にユーザーをスーッと上げとって、もうユーザーの裏に思いっきり蹴り込むみたいな、一時期のまあサガン都市みたいな、うんうん、ちょっと一旦左に相手寄せて、うん、食いつかせたところ逆ロングで、そこのセカンドをグワッといくみたいな話とか、あれでもやっぱ徹底したことやらんと、いや厳しいと思う、なかなかねフリーに再現性がないかなと思うんですよ。なるよね。まあでガンバとかもさ、やっぱ前にドーンってあいつおってさ、そう、本当そうなんよ。まあ極端やけど、まああれが でもハマって結局アビスト負けたりしたわけだし、ね、うん、でちょっとそのビルドアップもう少しだけでも狙いがあるだけで変わるのかな。そのもう最悪もう、あこれちょっと苦しいなと思ったら、もう相手コーナーフラッグ目がけて蹴るでもいいと思う、うん、それでもやっぱ全体が押し上がれるし、変な押しないとか、変にスローインとかあげようけど、いやマジであれもったいないっちゃマジで。でしかもさ、毎試合同じことを繰り返し、ね、うん、もう村上とかさ、ボールセットしてさ、うん、よし蹴るよ蹴るよ蹴るよってめっちゃ時間もらって外出しよるけん、うん、何してんの。もうちょっと大事にせんと、ね、名古屋とか神戸とかもう強豪相手になった時とかに、そんな何回もボール握れるチャンスないけど、もう少しこう何か調べるだっていうところを考えてやってほしいなって気がしますけど、はい、まあ、とりあえずひとまず、はい、佐藤龍のゴールおめでとうございます、はい、改めて、後日、鼓団子鼓店から、はい、1万円分の商品で、えぐいね、ほんと地元近いやんね、実家探せば多分見つかるもんね、うん、お兄ちゃん知っとんけ、お兄ちゃんと、お兄ちゃん年一緒やもんね、年一緒で一緒にサッカーしたことある、インスタ繋がってる、いや繋がってないね、でも一緒にサッカーしたことあるぐらい、佐藤亮がのお兄ちゃんを探すところから始めようかな、うん、でもあいつマジでかっこいい、うん、顔バカかっこいい、かっこいいね、うん、マジでもう今日のプレーと顔かっこよすぎてちょっと鳥肌立ったもん、身長高いし ねえ、で顔も可愛い顔してる、うん、惚れる、まあ、ね、モテるやろね。でもなんかもう佐藤亮が失った時のこと考えてちょっと悲しくなったんですよ。早い。ね、なんかもう付き合う前から別れること考えるぐらい。でもやっぱねいい選手やなと、いい選手だね、もう逃したくないなと思いました。改めてとやっぱ山岸ぐらいバケットボールに関してはバケットもらってね、量産してもらえれば。だけどまた長谷部監督がどういう、うん、作り込みをしていくか、まあ、今はルキアの、ね、山岸がメインなのを佐藤亮が山岸メインにしていくとか、うん、多分そういう考え方をしていくんじゃないですか。そうね、うん、はい、まあ、佐藤亮の今後も期待ですね。はい、はい、今日も長い動画ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価皆さんぜひよろしくします。お願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。